板谷街道は、福島県福島市と山形県上野山市をつないでいた街道である。一般的に、米沢街道と呼ばれており、板谷峠を越える道筋であることから、別称の一つとして用いられた。福島城下から、板谷峠や米沢城下を経て、上山城下へ至る主要な街道であり、合図と米沢関東を結ぶ街道も同じく、米沢街道と称していたことから、 会津川と区別化するために、福島川を板谷街道と呼ばれることもあった。米沢藩他では国列藩の参勤交代に利用された。福島城下には、阿武熊川周雲の起点であった福島菓子の船着き場や米沢藩米蔵が存在したことから、物資運搬においても重要な街道であった。現在、福島、山形両県境の山間部では、 や武道や同街道の県境を流れる蟹が沢で、途切れている区間があるなど、通行が困難なほどに荒れた状態である。これは、明治期に、福島、米沢との接続を担ってきた街道が、板や街道から、万世王子に変わり、旧道にあたる同街道が不要になったことが理由として挙げられる。板や街道の福島市側、おおむね福島県道310号には坂、 福島線の並走、または、重複区間を庭坂街道と呼ばれている。旧米おねざ街道宿場主跡として、当時の石碑や後に自治体が設置した案内などで、当時の面影や街道の道筋を知ることができる。数は、福島塾からの投資番号である。福島市の大半は、福島県道315庭坂福島線。 米沢市川の大半は山形県道232号、板や米沢停車場線に指定されている。しかし郊外部の区間は、矢部道や沢の水上を通ることになり、車両侵入禁止の区間が点在した状態にある。軽車両や徒歩での通行においても、山の天候や沢の流れ、熊など、十分に注意を払う必要がある。ありがとうございます。